ったのが、この地震の発生であります。まあ、そういう意味では私もこの熊本地震が発生をしてですね、この熊本城を振り返ってみたときに、立ち上る煙、そして、まあ、崩れ落ちるですね、瓦や、そういった今石垣等をですね、見るたびに本当に心を痛めて、そして、なんとかこれを元に、時間がかかっても元に戻したいという気持ちでですね、市民の皆さんと一緒に取り組みました。まあ、これは熊本の復興のシンボルという意味でも、この熊本城というのは、まあ、これからもですね、熊本の人々の心のよりどころになっていくものだというふうに思っておりますが、まあ、多くのやはりご支援をいただいて、この熊本の復旧というのはですね、成り立っているわけであります。そして熊本地震からの復旧というものがですね、やはり全国各地、世界各地からですね、多くの皆さんにご支援をいただいて、今我々がですね、前に進むことができているということでありますので、今回もこの10月5日からの特別公開というのは、本当に多くの皆さんに感謝の気持ちをですね、お伝えをするということ、そしてまだまだ復旧途上ではありますけれども、少しずつこう、熊本がですね、元気を取り戻している姿というものを、この熊本城の近くの大天守の部分をですね、間近に見ていただくことで、それをぜひ感じていただいて、まあ、さらにまた熊本の応援をしていただければ、まあ、そういうふうに思っているところです。はい、まずですね、これは開業記念の式典なんですね。で、式典に伴う、まあ、スペシャルコンサートということでございますので、まあ、そういう意味では12月1日はですね、こけら落としの公演ということで、もうまさに一般の、皆さんがチケットを、まあ、購入してですね、入られるという、まあ、のが山下達郎さんのこけら落とし公演ということになりますが、この開業記念式典というのはですね、やはりこの、熊本城ホールの開業を祝って、まあ、国県市を含めてですね、関係者が一堂に会するわけですけれども、まあ、そこにですね、田中浩司さんが花を添えていただいて、まあ、しかもこの、熊本をですね、子どもたちも含めてですけれども、地元のオーケストラの皆さんと共にですね、これをですね、開業を祝っていただいて、この式典をですね、盛り上げていただく、まあ、そういうことでございますので、ありがたいなというふうに思っております。で、まあ、玉置浩二さんは昨年のですね、4月にもですね、県立劇場の方で、まあ、まあ、熊本の人々を元気づけるために、特別料金でですね、この、オーケストラを率いたそのオーケストラ公演をですね、されていてですね、非常にこの、まあ、その時私、お目にかかったんですけれども、まあ、大変まあ、ちょっと頑張ってくださいということでですね、公演の、力強いですね、メッセージをいただきました。そしてまたそういったご縁や、それから、まあ、我々もその開業記念式典においてですね、まあ、ぜひですね、こういったスペシャルな、まあ、ゲストとしてですね、来ていただいて、また元気づけていただけたらということで、お願いをしましたところですね、心よく引き受けていただいたということで、まあ、ただ、まあ、いろいろな、そういう、まあ、昨年お目にかかったというご縁もありますし、
タッフも含めてですけれども、あのいろんなあの、まあ、あのルートといいますかね、そういったものを通じて、ご理解をさせていただきたいと思います。じゃあもう2点お伺いしてみて、はい、今度はもう熊本城の特別公開、はい、そういうの番組があるとか、はい、かなりたくさんの方が、うん、あの熊本城に、はい、まあ、PR 補正も安全対策というものがどういうふうに、はい、まず、まあ、熊本城の特別公開に関してはですね、やっぱりかなり多くの方がいらっしゃるということで、あの二の丸広場のエリアにですね、あの皆さんこうあのそこからあのチケットをこう買っていただいてですね、あの入っていただくようにしますが、まあ、ある程度そういったあの入場の整理でありますとか、それから、まあ、警備もその本部みたいなものも含めてですけれども、あのちょうど、特別公開に備えてですね、まあ、トイレであるとか、まあ、いろんなものを今あの用意をさせていただいておりまして、それから警備員の配置についても今万全に対応しておりますので、まあ、この辺は、まあ、あのまあ、どのくらいの方がいらっしゃるかというのは、まあ、想像がなかなかつかないんですけれども、できるだけあのそういった皆さん方にですね、あのでもあの親しんでいただけるように、まあ、一部その入場をですね、安全がするようなことも、人が多すぎる場合にはですね、考えられますけれども、やはりあの安全面には十分あの配慮して、行っていきたいということで、今、体制を考えているところです。それからラグビーワールドカップにつきましては、これはあの県と市と、それから、日本側の組織委員会も含めてですけれども、警備体制、それから交通に関しても先ほど少し紹介しましたけれども、まあ、様々なルートを、使ってですね、交通の面に関してもですね、今対応を取っているところです。それからやはりこういう大きなイベントがありますので、うちの危機管理部門はですね、テロ対策も含めてですけれども、まあ、そういった体制も十分にですね、考えられるように、いろいろな関係機関と連携を取り組んでいます。今の調査の結果をお伝えしたいんですが、はい、あの26日の当日の機会で、かなり議会の方からは厳しい意見が入ってたというのも聞きなっていると思うんですが、これどうあの議会を求めていくのか。あの一つはですね、まずあの、まあ特別委員会の方でですね、やはりあの、まあ、有識者の方々 の, あのそれぞれ、ご意見、やですね、あの見解について、まあ、いろいろと、まあ、質疑もあって、で本当に大丈夫なのか、あるいは、まあ、あのそういう見解が異なった見解が学識者からの方から出されたことについてですね、どうかということ、それから、あのまあ、市長をはじめこの市の執行部もですね、この建て替えありきで、いろいろ進んでいるんではないかというようなあのご意見も出たというふうに伺っております。で私はあの、まあ、そもそもこれ考え方としてもそうなんですが、防災拠点となるですね、この本庁舎、その施設の安全性の確保というものに関してはですね、やはり、熊本地震においてですね、まあ、1日に開院をいたしました、この防災拠点の一つである市民病院がですね、機能喪失をしたということ、そして多くの入院患者さんたちを転退院を余儀なくされたというようなことでですね、緊急患者等の受け入れもできなかったで、病院もそういう状況にあったということもありますし、またあのこの庁舎というのはあのただ単に職員が働く場ということではなくて、やはりあの行政機能としてですね、あの、このいざ災害が起こったときも含めてですけれども、十分な対応が取れなければやはり市民生活に大きな影響を与えます、まあ、そこで、この庁舎の問題に関してはやはり現行の建築基準法のですね、耐震基準を満たしていないということはもう判明をしておりますので、まあ、この点に関してですね、やはり行政の責務として、まあ、私はやはり最悪の事態を想定をして、万全の対応を取らなければならない、これが熊本地震の教訓を生かした私はことになろうというふうに思っておりますので、何もその建て替えにすることではなくて、そういった、
建築基準法上の耐震基準を満たしないという、まあ、こういったことについてですね、やはり、議会の皆さんにもしっかりご理解をいただく必要があるというふうに思って、ご説明させていただいているところです。で、まあ、建て替えを前提にいろいろなことをですね、想定をしていかなければ、なかなかこの具体的な話にやはり、財政的な面も含めてですけれども、それから正面、機能の面、まあ、様々な面を、これから具体的に検討していく中ではですね、そういったいろいろな状況もですね、議会でもですね、できるだけ情報を多くお示しをしてですね、ご理解をいただくようにしたいというふうに思っております。それで、まあ、今現在はですね、この2つの、まあ、2名の有識者の方の見解についてですね、まあ、それぞれ精査をするようにということで指示をしておりまして、まあ、先日の委員会でもですね、この政策局長の方の答弁をさせていただいたところでやりますけれども、まあ、この内容を取りまとめてですね、また取りまとめが完了次第ですね、報告をさせていただきたいというふうに考えています。で、まあ、市議会の方としても当然その、安全性の問題、それからそういったものはですね、非常に、十分に、重要だというふうなことはもうもちろんご理解をいただいて、ただ本当に、ここが建て替える必要があるのかどうなのかということの、やっぱりそういった事実確認、それからそういった、建築基準法上の、課題や、問題点、こういったものをですね、やっぱり十分精査するようにということでですね、まあ、何もその、まあ、もちろん厳しいご意見は出ているというのは承知しておりますけれども、ただそれをやはり一部の委員さんがおっしゃってましたけど、きちんと論破をして納得をしてですね、例えばなければ建て替えとか移転とかということにはならないよねということを、議会にもおっしゃっていたというふうに私も承知しているんですけども、やはりそうやってきちんと議論を重ね、丁寧にやっぱり、その公開の場でですね、市民の皆さんに分かりやすくお示ししていくことが必要だというふうに思っておりますので、まあ、できるだけそういった資料やですね、データ、それから我々の考え方というものも理解、それから市民の皆さんに丁寧にお示ししながら、今後進めていきたいというふうに考えています。着工が遅れれば遅れるほど、市の財政負担が大きくなるということもありますが、いずれかの時点では決断をしないといけないですか。まず今、この前の特別委員会の方で、いろいろな資料要求も出ていくということでございますので、資料を示してほしいというようなことがありますので、そういったことを、きちんと示してほしい。そしてまた議論の状況を見ながらですね、委員会のご理解、そういった市民の皆さんのご理解も得ながらですね、判断をしていきたいというふうに考えております。で、まあ、そういう、まあ、判断は早ければ早いほどですね、やはりいろいろな選択肢は増えるというふうに思いますが、やっぱり例えば納得感がなかなかない中でですね、強行に進めるということはありえませんので、まあ、そういう意味では、十分な議論を深める。ただそこはやっぱりスピーディーにやらなければいけないので、特別委員会も、随分割と窮屈な日程というか、で組んでいただいているようでありまして、10月中にもまた10日に委員会が開かれるということになりますので、できるだけ早くそういったことをですね、お示ししながら集中的に審議をして、また我々の考え方というものをですね、議会の方にお示しをさせていただきます。では、それでは他のお願いします。挙手にお願いします。政府の方でお伺いしたいんですけれども、今度、県知事選の話、分かりましたね、はい。その中でこの間ですかね、蒲島さんが先に正式に表明された後、はい、30日の高山さんが正式に表明された後、はい、で、まあ、前回市長は、まあ、前回と同じ顔合わせで、はい、かぶれてるんですけど、その中で前回市長としては中立のスタンスということだと思うんですけど、今回の推薦にあたってはどのようなスタンスで臨まれるのか。まず熊本県知事選挙が来年4月に、行われますけれども、まあ、これについては本当に今ま
さにこれから復興をですね、着実に進めていくという大変、重要な時期の、リーダーを、県政のリーダーを決めるですね、大事な選挙であるというふうに、認識をしておりますので、まあ、その中で、それぞれの、立候補者の皆さん方がですね、やはりそういった復興を進めていくのか、そして、その先の熊本をどういうふうに描いていくのかということについて強い関心を持っているところです。ですので、まあ、私自身としては、この熊本市長としては熊本市民の皆さんのやはり生命財産をお預かりするリーダーとして、全力を挙げるということが重要だというふうに思っておりますけれども、この知事選に関してはですね、まあ、今までの国政選挙でありますとか各種選挙でも、私は全て中立的なスタンスを取って、まいりまして、どなたかのマイクを握るとか、それから応援をするというようなことはしておりませんので、今回、その来年春にですね、行われる、この熊本県知事選挙においてですね、中立で、そういうスタンスでいきたいというふうに考えているところです。そしてまた、まあ、今、スタンスと同時にですね、やはりまあ、どなたが知事になられてもですね、県と市の連携というのは非常に、これから先ですね、重要な問題であるというふうに思っております。特にこの県市の連携がうまくいかないと、災害対応、それから復旧復興についてもですね、なかなかうまくいかない部分がありますので、まあ、そういう点においてですね、まあ、この県の中で唯一の政令指定都市とですね、どのように新しいこの県政の中でですね、連携を取っていくのか、あるいはどういう役割分担をしていくべきなのかとか、まあ、そういった点も含めてですけども、共通の政策課題もございますので、そういった面で政策論議をですね、ぜひ深めていただきたいというふうに思っておりますし、まあ、そういった面でも期待をしているということです。それから、まあ、蒲島知事に関しては、まあ、現職の知事として、まあ、これまでも私の主張として、いろいろと連携を図ってきたところでございますので、第1回目の選挙の時は私は県議会議員でございましたけれども、支援をこうし、まあ、共に応援をしたというようなことでございます。一方で、まあ、皆さんご承知の通り、前熊本市長の小山市長に関しましてもですね、やはり2期目のこの市長選に出馬されるときは、まあ、私も、大変厳しい判断ではありましたけれども、政治家としてですね、2人ともそれぞれよく存じ上げているという方でもございます。ですからやはり、まあ、ここはそれぞれ の, まあ、お考えであるとか、政治的な経験をですね、ぜひ、まあ、しっかり、踏まえた上でこの政策論議をですね、深めていただくことをですね、期待をしているところです。まあ、そういう意味でも、まあ、中立というところです。はい。
ある程度、まあ、機械的にですね、そう出された部分があるのではないかなというふうに思います。ただ、私自身、この新しい病院の再建においてですね、まあ、ちょうど会員の、前にですね、まあ、こういう形で出るというのは非常に、なんとなく、スタートするにあたってですね、これ内心やはり穏やかではないものがございましたのは正直なところですが、ただこういう状況指摘を踏まえて、まあ、これを乗り越えていってですね、やはり地域に必要とされる、そしてまた、全国的にもですね、認められるやはり病院にしていくというです、ね、まあ、逆にこれをまあバネにしながらですね、今市民病院もう退院しましたけれども、そして7日からの診療開始ということで、ありますけれども、スタッフにもですね、こういったことで、まあ、今までの在り方ではなくゼロベースでですね、いろんなものを見直しながらですね、効率性とともにですね、やっぱり安全で安心な医療をですね、提供できるようにということで、先日訓示も、1日の日にですね、職員に対してですね、させていただいたところです。ですので、まあ、今回のこの厚生労働省のこのリストのことについては、やはり唐突で驚いているというふうには申し上げましたけれども、やはりこれからですね、公立病院の在り方であるとか、まあ、全国的にこれは当然見ていかなければいけないところでもありますので、そこは、まあ、予断を持たず我々もですね、国や県にですね、理解をいただけるようなこの医療体制をですね、構築をしていくということが熊本市の医療政策においても非常に重要になっているというふうに考えております。それから、あとは市民病院に関しましては当然会員の記念式典の時にはですね、厚生労働省の方から大臣の、ご名代としてですね、吉田衛生局長も、来ていただいておりまして、で、まあ、それから総務省の方はですね、黒田総務省の方もございましたので、状況はよく承知の上だろうというふうに考えております。ですからこういった、まあ、地震で被災をしで、まあ、また通常とは少し違う状態にある経営状況やですね、診療体制があるということと、それからこの、熊本地震を経験してまたベッド数を削減したりですね、診療その化を少なくしたりとかですね、相当な見直しを行ってますので、まあ、そういったことも含めてまたこの精査をしていただければですね、この中身についても変わってくるのかなというふうに期待をしているところです。それともう一つは国と地方の協議の場というものが、この件に関しては設けられるということで、これは知事会でありますとか全国市長会、全国町村会、それぞれの代表が行ってですね、また国と協議をされるということで、ありますので、まあ、そういった知事、市長会でありますとかそういったルートを通じて、私も、それで、主張してまいりたい、あるいは要望も伝えてまいりたいと思います。はい、RKK です。今、市民病院の話出ましたけれども、旧市民病院 の、はい、広い敷地が売却、今後解体して売却されるということですけれども、売却の状況とか、今現時点で市長の方に何か入っているか。いや、まだこれから解体をするということで、その設計を今やっているということですので、まだその売却の具体的な仕事の方法についてはまだ私の方までは上がってきていませんので、現場の方で今、いろいろな調整をしていると。はい、どうぞ。 NHK です。今月1日から始まった消費増税に伴う幼児教育、保育の無償化についてお話をしたいんですが、ちょうど昨日保育園のグループで作る、保育園の園長らで作るグループが幼児教育無償化についての質問と要請を大西市長に届けておりまして、その中では給食費、材料費についても無償化をしてほしいとか、あとは、徴収事務を保育園の職員さんたちが担うというのは、これ今の状況、保育所の職
職員不足が叫ばれている中で相当な負担になるというふうな声が上がっているんですが、大西市長としてはどうお考えですか。はい、要望書も含めてですね、いろいろと頂いているということはですね、私も承知をしておりますね。まあ、担当の方もですね、まあ、できる限り、今回補正予算でもですね、上げさせていただいた通りですね、まあ、こういう副食費の取り扱いもこの第3子以降のことについては、十分な配慮ができるように、させていただいたところでございます。まあ、これは今要望いただいていることに関してもですね、担当の方で、十分ですね、また状況を受け止めさせていただいて、でその上で、まあ、我々としても何ができるのか、それから国に対してやはり要請すべきことも、様々あるように感じておりますので、まあ、そうしたことについては要望という形でもですね、また、行ってまいりたいなというふうに。まあ、いずれにしても現場でですね、この無償化の部分についてやっぱり混乱が起きないようにするというのがですね、これは基礎自治体で現場をお預かりする我々のですね、責務だというふうに思いますので、やはり今の制度の中でですね、皆さん方に自分で混乱しないように、そしてスムーズに、こういったものが進むように取り組んでいきたいと。クローズホールの話を戻るんですけど、はい、やはり金田浩二さんのもし分かれまというと直属とかですね、本当分からないと思いますね。ただ想像するしかないですけど、去年の、2018年の時にもですね、随分いろいろな直属を演奏されていたと思いますが、クラシックのオーケストラをバックにしてですね、そしてまあNHK の商品合唱団も一緒にということになりますので、まあそういうところから推察するしかないのはわからないですね。ただ普通のコンサートと違いまして、これ式典の時の、まあ記念のコンサートということですので、あまり曲目をたくさんということではないというふうに思いますので、数曲程度になるんじゃないかなというふうに思いますが、ただ多くの方がですね、もう間違いなくどの曲を歌われても感動されると、そう聞かれてもですね、思うんです。私が、初めて復帰したのまだ地震の前だったかな、それとでたまたまですね、お父さんと歌われることがあって、そのオーケストラの方もですね、この玉木さんの歌でもう鳥肌が立ってですね、涙が止まらなかったというような、まあ、そんな状況でしたので、おそらく今回の式典においてもですね、この人たちを大きく感動させていただけることになるのではないかなというふうに期待しているので、そこで曲がちょっと分からない、どの曲をっていうのもですね、そうですね、ちょっと聞きたい曲いっぱいありますからね、ここでは控えさせていただきたいと思います。バックに流していたと思います。はい、では、時間を続けていきます。先ほどご意見しました。